くなり3対3打球競争スタートが切られました。センターコース2人先行した。センター3コースから3号艇坂本が先に攻めていきます。角からは4号艇の松尾がまくり座しか、内からは1号艇金子、2コースを2号艇岩瀬を内をつきますが、4号艇松尾まくり座しを決めて先頭です。3号艇坂本は2番手バックストレッチ中間点を通過。4番3番第2ターンマークへ向かって、あとは内を通りまして5号艇の森、外は2号艇の岩瀬、アウトコースが1号艇の金子、内から6号艇渡辺、2マーク旋回直線コースは4番3番とターンして直線に入りました。レースは2周目スタートは正常でした。先頭は4号艇の松尾、2番手は3号艇の坂本、その後ろ切れまして2号艇岩瀬となっています。アウトコース5号艇森、内切り返した1号艇金子、3番手争い、後方6号艇渡辺、2周目第1ターンマークを回ります。4番3番とターンしてバックストレッチへ出ました。3番手は2号艇の岩瀬、432バックストレッチ中間点、先頭4号艇松尾、2番手は3号艇の坂本、3番手は2号艇の岩瀬です。あとは5号艇の森、1号艇金子、後方6号艇渡辺、2マーク旋回直線コース4番3番と入ります。4号艇松尾先頭、2番手は3号艇の坂本、あ後方1アクシデントが発生しまして、1号艇の金子がアクシデント、走っているのは5人の選手、最終周回です。4番3番2番第1ターンマークの旋回、なおこのレースは1号艇の金子は失格となりました。バクナリ3対3スピードが上がりました。10レーススタートが切られました。角からは4号艇の久田、好スタートになりました。内3艇を叩くか、センターから3号艇横澤ともつれます。2号艇の佐久間が、あっと危ない危ないシーンでした。中をついたのは5号艇の後藤翔士のまくり差し、外は4号艇の久田、5号艇後藤、4号艇久田、さらに内を通りまして6号艇の中村です。アウトコース側では3号艇横澤、この辺りは接戦、さらには1号艇の柳井となっていますが、2号艇の佐久間がレースができませんか。アウトコース側です。ホームストレッチ直線コースには2マーク旋回を終えた5人の選手が入ってきています。なおこのレーススタートは正常でした。2号艇の佐久間レースができません。直線コースから2周目、5番4番3番6番1番と5艇が入っています。2周目第1ターンマークを旋回します5人の選手です。このレース2号艇の佐久間明がアクシデントレースができていませんで、1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。4レースのスタートですが、これはちょっと早いタイミングがありました。1周1マークへ向かっていますが、現在スタートは判定中、スタートは判定中。お手元の船券はどうぞ大切にお持ちください。バックスレッジへ入っていきますが、ここで皆様にお知らせです。このレースはフライングがありました。6号艇大豆田選手、6号艇大豆田選手はフライング返還欠場。6番に関する投票権はすべて払い戻し返還。お手元の船券は大切にお持ちください。123ダッシュ456スタートしました。インからは1号艇の中田、2コースからは2号艇定かで好スタートを切っています。1マークへ向かってはインから1号艇の中田が逃げていきます。内を狙う2号艇の定かで、外からは3号艇の宮内ですが、1号艇の中田はここは振り込んでしまいました。アクシデント。スタートは全勝、スタートは前提正常でした。1周2マークへ各メンバーが向かっていきますが、1号艇中田選手にアクシデントです。ここでお知らせいたします。1号艇中田由紀選手は転覆失格となりました。1番の中田選手は失格となっています。123ダッシュ456スタートを切りました。インと大外コースタートになりました。1号艇和田と6号艇の上野です。さあ上野が仕掛けようとしていますが、4号艇も合わせていった、2号艇も握っていきますが、いずれも受け止めて1号艇和田が先前成功、 V がついて3号艇神田2番手です。スタートは前提正常でした。1号艇の和田2番手のところ、3号艇の神田その外ピタッとマークしている2号艇の内堀ですが、伸びは2号艇内堀の方が良さそう。あとは6番4番5番です。2マークは1号艇和田から3号艇が2号艇を牽制して回って、6号艇くるっと運んでいく上野高旋回、上野がクイックターンを決めていきまして、さあ2番手のところ、センターコース3号艇神田が少しリードか、内から6号艇上野、外には2号艇内堀もいます。内堀は進路を内へと求めていきました。2番手争い3艇絡んでいます。
2周1マーク1号艇の後ろ、2号艇の外大胆握った3号艇神田、神田の全速フルターン、これが決まりまして現在2番手一歩リード。しかし食い下がっている2号艇の内堀、さらには6号艇上野となっています。3号艇2号艇伸びではやはり2号艇内堀の方が良さそうなんですが、前を抑える3号艇神田、内で引かない2号艇内堀、2周2マーク2番手争い、2号艇行って内を捉えるか3号艇の神田となっています。神田が差し込んでいきまして現在2番手争い若干リードなんですが、外から2号艇内堀回ってからかなりつながっていきます。ですからこの辺りストレート2号艇の方が断然強いといった感じ。3号艇が船を合わせていきました。3周1マーク、トップ1号艇和田の後ろ、3号艇の外、フルターンでいく2号艇の内堀、握っていきますが、波の内へうまく入れた3号艇の神田、外2号艇の内堀、3号艇、2号艇、2番手争いが続いています。そして後方では4号艇の山田にアクシデントが発生しています。4号艇失格です。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。インコース1号艇桜井、早いスタートとなりました。ただいまのスタートは判定中、ただいまのスタートは判定中です。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。ここでお知らせいたします。1号艇桜井マサルはフライング、第3レース1番はフライングとなりました。ファンの皆様、お手持ちの投票券レース終了までどうぞ大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。インコース1号艇竹之内はどうか、際どいスタートか。ただいまのスタートは判定中、ただいまのスタートは判定中です。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。1マーク回ったところでお知らせです。残念ながら1号艇竹之内極はフライングです。第5レースの1番はフライング、変換欠場となりました。お手持ちの投票券どうぞレース終了まで大切にお持ちください。5艇による競争に変わります。4号艇クリッチショーが2マークトップでクリア、2番手は5号艇佐々木、3番手は2号艇久永、上位現在4番、5番、2番、あとは6号艇石田、3号艇表の順でレースは2周目に入っていきます。2周の1マーク先頭で4号艇クリキショー、2番手は5号艇の佐々木、3番手ターンは2号艇久永、上位の体型4番、5番、2番、あとは6号艇、3号艇の順で、各艇がスリッタラを通過してこれから2周の2マークです。2周2マークも先頭は独走で4号艇のクリキショーです。2番手は5号艇の佐々木寛太、2号艇久永翔平は外前追走の3番手、上位4番、5番、2番、後方4番手6号艇下、最後方3号艇表、5艇が時計前を通過してこれから最終周回の1マークに向かっていきます。なおこのレース残念ながら1号艇竹之内極はフライング、変換欠場、第5レース1番はフライングとなりました。ファンの皆様、どうぞお手持ちの投票券レース終了まで大切にお持ちください。3連単の4号蓋の組み合わせ変換票差し引いて 16.5 倍となっています。これから最終コーナー、先頭で4号艇クリキショーが最終コーナー振り込んで、なんとクリキ転覆です。先頭5号艇佐々木に代わる2番手2号艇久永、3番手6号艇石田、上位5蓋6でゴール、1着5番佐々木寛太ゴールイン、2着2番久永、3着6番石田、ラストで3番の表がゴールイン、そして4番クリキショーは転覆失格で、1番竹之内極はフライング変換欠場、3連単5蓋682.3 倍です。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。2コース2号艇の木谷、3コース3号艇加藤、インから1号艇宮田も伸び返した。1マークインから先手1号艇宮田、刺す2号艇木谷、間割りに行く3号艇加藤翔馬、まくり出す内をついて4号艇小坂、6号艇岡本翔太郎、逃げました1号艇宮田龍馬がトップ、リーダー2艇進半、2番手争いからは2号艇木谷が現在1艇進半前、スタートは正常。1周の2マーク2番手争い焦点か、突っ込んでいく4号艇小坂、6号艇岡本を回して冷静に騒いだ2号艇木谷健太、2番手抜ける、焦点は3番手争い、外が4号艇の小坂、内が3号艇かと、直線ではアウトコース4号艇小坂が少し伸ばしていくか、レースはこれから2周目に入ります。2周の1マーク3番手争い、3号艇加藤に対して握っていく4号艇小坂風太、外4号艇小坂、内3号艇加藤の3番手争いどうか、外4号艇小坂が現在一定車前、内から3号艇加藤も食い下がってこれから2周の2マークです。
2周の2マーク先頭1号艇宮田龍馬、2番手3は2号艇北谷、3番手4号艇小坂握っていく、3号艇加藤内から迫っていくんですが、4番手上位は変わらず1番2番4番3、4番手定冠は3艇審判から4艇審査で各艇が時計前を通過して、これから最終周回の1マークに向かいます。3周1マーク4号艇小坂風太、3番手3打っていきます、握っていく3号艇加藤翔馬迫る、内4号艇小坂のリード一気になくなって、外から3号艇加藤は出口で船煽られて転覆です。上位体勢固まった1番2番4番3連単124の組み合わせ 54.5 倍となっています。なお3号艇加藤翔馬は失格となっています。予選最終日のルーキーシリーズ第18戦スカパー JLC 杯、残す競争もあと3つとなっています。水面上第10レースの予選特賞です。なおこのレース2号艇に上艇予定でした加藤翔馬選手は前半レース負傷のためこのレース欠場、5選手による争いとなります。ボートレース浜名湖のオレンジリボン運動支援競争ルーキーシリーズ第18戦スカパー JLC 杯、波乱色濃かった予選最終日の競争もいよいよ残すあと一つ、水面上予選ラストカード第12レース予選特選です。対戦メンバー2号艇は末永和也、3号艇佐藤龍太郎、4号艇宮田龍馬、5号艇田頭虎近、6号艇上田健太の5選手、1号艇栗木翔は欠場です。4番、1番、2番、3番、5番、6番です。スタートしました。4号艇トップタイミング、1番、2番、3番、揃った状態のインセンター4艇。4号艇鈴木幸雄がまずはコーナー先手を取った。1号艇相手の付け回り、これを読んで2号艇、おっと1号艇振り込んだ。5号艇乗り上げた。バックへ入ったが2号艇が4号艇に迫り合ってくる展開。2艇が絡むアクシデント、前艇スタートは正常でした。なお1号艇の大沢博夢選手が妨害、1号艇が妨害です。煽りを食う形で5号艇の宮下基次選手もどうやら転覆でしょうか、失格に敗れます。が欠場返還によっての5走立ての戦いで予選特上競争の9レースが始まっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。4番、あっとこれは1、4、5コース、いや多数の低下、これは早すぎたのか、バックへ次々に抜けていきましたが多数のフライング低がございます。ご注意ください。お知らせいたします。1号艇の伊藤、4号艇の折下、5号艇の重野や3社がフライングに敗れます。1番、4番、5番に関する投票権は全て返還されますのでご注意くださいませ。なお成立しない投票権もございます。このあたりもご注意ください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。ダッシュ勢はだいぶ踏み込んでいったスタートで少しここは早いスタートが出ています。
一周一マークとなります。早いスタートありまして、確定バックストレッチへと移ります。なおファンの皆様にお知らせいたします。5番山田はフライング変換欠場でございます。5番山田はフライング変換欠場です。5番の組に関する投票権はすべて変換となります。お手持ちの投票権はどうぞ大切にお持ちください。1番3番2番4番5番6番です。スタートしました。1コースですが、ここは速いスタートが出ています。速いスタートになりまして、1周1マークとなります。ファンの皆様にお知らせいたします。1番西野はフライング変換欠場でございます。1番西野はフライング変換欠場です。1番の組に関する投票権はすべて変換となります。お手持ちの投票権どうぞ大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。インから1号艇の石田、そして外の艇、かなり踏み込んだタイミングとなっています。1周の1マーク6艇が回っていきました。バックスレッジ6艇が抜け出しましたが、このレースフライング艇があります。5番と6番がフライングです。5号艇浜本裕樹と6号艇の河野聡、5番6番フライング変換欠場です。5番と6番に関する投票権は発売額と同額で変換です。大切にお持ちください。ライキック